続いて赤ゼッケン39イゴール・ラモットポーランド。レッドオービーナンバー39 representing ポーランドイゴール・ラモット。白ゼッケン41加藤大輝日本。ホワイトオービーナンバー41 representing ジャパン大輝加藤。正面レイ主審レイデレイ構えて始め。構えて続行。部屋目赤1234抱え込み中1。赤中1です。判定取ります。判定白1234白。ハンドル結果5対0をもちまして白加藤選手の優勢勝ちです。ここで審判団の交代をお伝えします。